阿公市立現象学校は、兵庫県阿公市梅原にある公立小学校。1873年、原村の三宅支度に自習校を開設。1875年に改唱した、鉄水小学校が前身となるが、1955年4月1日、小学校が所在する梅村が阿公市に編入されたことにより、阿公市立現象学校となった。小学校は、 兵庫県西部赤牛市の北部で、赤牛市街地から北に約15キロメートル、車で約25分の位置にあり、西方向650メートルに二級水系の畜佐川と国道373号、南方向300メートルには、矢野川や国道2号が走り、JR 山陽本線運営駅がある。200メートル前後の山に囲まれ、畜佐川を挟んで東西に長い平野となっており、 近世の西国街道が通っている自然豊かな環境の中にある。小学校付近の標高は20メートル。児童数は2020年5月1日現在で47人。学校では以前から近所の田んぼを借り、有りな農園、古代米、緑米、さつまいも、大豆を栽培している。地域ボランティアの協力のもと、餅つき、しめ縄作り、豆腐作り、 味噌作りにも取り組んでいる。2009年度には、農林水産省近畿農政局の五感体験型食育実践支援の体験型食育活動のモデル校となり、活動を行った。夢や志を抱き、自ら道を切り開いていく児童の育成、JR 西日本山陽本線運営駅から北に 1.2km、徒歩約15分。ありがとうございます。